家賃別リアルな都心一人暮らしの質の違い。家賃5万やばすぎじゃん。はぁ、とりあえずめちゃくちゃ古いしゴキブリとか出るし、まあ、帰って寝るだけだから耐えられるっしょ。家賃10万普通の家じゃん。はぁ、ようやくまともな家って感じです。家賃15万結構快適じゃん。はぁ、 1DK で35平米とかもあります。しかも駅近でマジで快適。 1LDK のタワマン住めちゃうじゃん。はぁ、一人暮らしでこれは最高な環境。女の子もこの部屋見れば一コロでしょ。さーて、スワイプしよう。